よし、続きやっていくぞ。かわいい。左の人はかわいい。OK。お？今、お？時は満ちようとしている。魔人機が失われた今。うん。我が覇業を阻む者は、もはや存在しない。土蜘蛛。誰だ？ここに。は、ここに。金吾。金吾。あれ、金吾死んでなかった。一人やん。そして鬼を。の、お。はい。木敷とか貨車は。強国死んでね、おかしいなぁ。自殺してた気がするんだが。この強国の足元にな。このメンツで大丈夫か。はいはい。鬼を。鬼を。我らが先兵の用意はできておる。先兵の用意。はこちらに。こちらに。ローマ戦争において陸軍が極秘裏に回収した高馬の死体、死体、その組織を霊力分離し、ほう、再構成された肉体を機械化した陸軍究極の兵器。陸軍、高馬兵器、陸軍でいいの？高馬兵器。いよいよ貴様らが帝都を蹂躙する日が訪れたぞ。どうやって動かすんだろう。誰が動かすんだろう。今後土雲、帝国歌劇団の始末を貴様らに任せたぞ。奴らは必ず現れる。赤坂での汚名を晴らす働きを期待している。まあ現れる、まあ現れるだろうけど。金剛の命に変えても。金剛いいキャラなのにな。帝国歌劇団。なんでこんな。この手で葬ってみせます。こんな奴らの、こんな男の下につく必要ないと思うんだよ。どういうメリットでもって動。封印の地。赤坂へ。王子へ。王子へ。今こそが八鬼門風魔人の発動の時。中二くせえこと言ってんだ。武蔵が復活する時だ。武蔵。はっ。てってれー、てってれまあ生きてたっていう話なんだけどさ、いいその3人でっていう気がするな。全員じゃないんだな。目的はなんで生き返れないの。いい匂いがする。さくらさん、みりんとお醤油を取ってちょうだい。みりん、みりんいる？はい、お母様。久しぶりにさくらくんの声を聞く気がする。もう少し寝る。なんなんこのもう少し寝るっていう選択肢。もうちょっと朝のゆっくりしたこの時間を堪能したい。大神さん、朝ですよ。いいっすね。起きてください。いいっすね。おはよう、さくらくん。こういう朝を迎えるためだけに。ぐっすり眠れましたか？いや。そうですか。よかった。朝ごはんの支度ができましたから、着替えたら今に来てくださいね。最高の朝じゃないか。てられられれれ、てられられれれ。おかわりもありますから、たくさん食べてくださいね。うん、いい朝ですね。今朝のお食事は後ろうなぎ？あれ、あれうなぎかな。作りました。うなぎっぽくない？ S って書いてある。頑張って。S とは逆か。お母様の味に近づかなきゃ。
もぐもぐ。むしゃむしゃ。大神さん。え？味はいかがです？味？うん、うまい。うまい。うまいうまい。むしゃむしゃ。本当ですか？めっちゃ上がった。ありがとうございます。さくらさんも味付けが上手になったのね。この辺のなんかこう、はい、お母様の味を再現できるゆったりとしたが練習してましたからゆったりとした感じが。でもこのおみおつけはもう少し味が薄い方がいいと思うわいいって思うね。桜大戦のこのなんだろう、ここに来てのこのゆったり感が、そうですか、それじゃ足りない感じが。後で教えてくださいね。こういうのがね、スマホだと、スマホゲームだとなかなかな、なんかこう味わえないというか世話しないんだよな。別にこのどうでもいい話をさ、ゆっくりこう楽しむ余裕があるというかね。スマホゲームだったら上右上のスキップボタンをパンと押して終わるしまいだもんな。これを楽しみに来てる。このゲームをさ、この空気を楽しみに来てる、してるわけでさ。楽しみに来てるわけでさ。ね。スマホゲームとかのなんかこの遠くの部分をさ、ストーリー部分をさ、もうちょっとこう、楽しむような感じにするにはどうすればいいんだろうな。ガチャが全てみたいになっちゃうじゃん、スマホゲームってやつはさ。ガチャが全てないゲームであったとしてもゲームパートまで飛ばしたくなるよな。こういうまったりした感じよな。ここがメインだよな、正直な。すげえ墓だな。こんな墓ある？庭の中に墓があるけど。神宮寺の墓所、神宮一族以外の者には見せてはならないことになっています。いいんですか？いいということは、大神さんも神宮寺一族に、っていうことですか？お父様、さくらです。とうとうここに帰ってまいりました。今日は大神歌劇団花組の隊長、大神一郎さんにも来ていただきました。そうだね、意思を継いでるっていう感じだね。持ち歩いてたの？キネマトロン。せめて家にか、あの屋敷に帰ってから。大神くん。はい。よかった、やっと連絡が取れたわ。どうしたんです、楓さん。緊急事態よ。王子に敵が現れたの。王子って言われても分かんないんで、ピンとこねえんだが。詳しい王子生死の王子。ハンカチ王子の王子。すでに出動しているわ。小芸丸をそちらに向かわせたわ。大至急戻ってきて。小芸丸。そんなに桜と大神は戦力になるのかと思ってしまうけど、小ゲーマーの向かわせるぐらい。はい。大神さん、話は聞きました。おほ、来た。お母様、テートに行ってまいります。よろしく頼みますね、大神さん。はい。ごめんなさい、お母様。もっとゆっくりしたかったのに。もっとゆっくりしていくつもりだったのに。あなたの元気な姿を見られただけで十分です。さあ、行ってらっしゃい。行ってきます。大神さん、ご武運をお祈りしています。では、お母様。死んではいけませんよ。また、二人で遊びに来ます。ええ、二人が来るのを待っていますから。お母様。さくらさん、お身をつけの味付けは
その時に教えましょうね。お身をつけてなんだっけ。お身をつけてなんだっけ。味噌汁、味噌汁のことかな。お母様、それでは行ってきます。さくらさん、行ってらっしゃい。大神さん、さくらを。はい、証言はどれぐらいで来るんだろう、帝都から。ちょっと短かったな。ということで、ここまで。次回戦闘パートかな。一旦セーブしとっか。ほんならまた。